それでは定例の記者会見を始めさせていただきます。私の方からはもうすでに発表になっておりますが、来週の7日8日に国連事務総長のパン・ギムンさんが日本に来られる、7、8、9ですね、来られる予定ですが、福島につきましては私が同行させていただいて、8日の日は特に丸1日一緒にさまざまな現地を訪問させていただく予定をしております。私の方からは以上それだけでございまして、あと質問を受けたいと思いますのでよろしくお願いします。どうぞ。白石さん。あ、すみません、読売の白石ですが、そして例の韓国の移り党の問題なんですけれども、この間自民党の国会議員の人たちが、ちょっと入れなかったという問題がありましたけれども、それに関連してその移り党の拘束線の中でですね、日本人の乗船は拒否するという動きがあるようですが、その普通にですね、観光したいとかですね、そういう日本人に対してもですね、そういう動きが出ることによってその動きがかなりまたエスカレートをして拡大するんじゃないかと思うんですが、これ民間の船会社が多分やってることなので、なかなか政府として立場はなかなか言いにくいかもしれませんが、それをどういうふうに受け止めらしてらっしゃるかという点と、あとこういった動きについてですね、韓国政府に申し入れなどを行っているのか、どういうふうに対応しているのかについて教えてください。はい、ウトリオ島へのフェリーの日本人乗船の停止の報道については私も読まさせていただきました。仮に公共交通機関においてですね、友好国である韓国にとって友好国である我が国の国民のみを対象として利用の制限が行われているとすれば、これはもう適切でないというふうに思いますし、その観点を踏まえて事実関係をさらに確認をしてまいりたいと思います。竹島問題一般については今日も参議院の外交防衛委員会等で何度も質問が出ましたけれども、日韓双方とも対極的な観点に立って冷静に対処することが必要だというふうに思っております。孤高的線が2社あるというふうに聞いておりまして、詳しい事実関係は今調べているところでございます。報道があったことは存じ上げておりますけれども、事実かどうかもについても今確認をしているところでございます。関連者ご質問ですか。島井さん。すいません、共同通信下井です。すいません、ちょっと質問かぶるというかあれなんですけど、要するに韓国政府に対してどういうふうに事実関係を確認したいということですが、韓国政府に事実関係を確認するのか、その辺の韓国政府へのアクションというのはどうなんですか。竹島問題については、これまでも何度も質問が出ているように、我が国の政府の立場というのは一貫をしております。そう簡単に一朝一夕に解決する問題ではありませんけれども、粘り強く今までも交渉して、申し入れをしてきているところですけれども、今回の自民党議員の入国拒否については、ご存じのとおり韓国政府に対して遺憾である旨の申し入れもしておりますけれども、今回のこのことについて、もし事実であるということであれば何らかの対応をしなければならないというふうに思っています。関連者ご質問ない。NHK 奈良です。官房長官、外務大臣、高橋さんをはじめ対極な観点に立って対処することが必要ということを繰り返しおっしゃってますけれども、その一方で事実かどうかは別としてもですね、今現状としてはその行動に対してまたさらに行動を生むという連鎖が続いています。対極的な観点に立っての対処というのは日本政府としてですね、具体的にどんなアクションをやっていこう、どのような形で韓国と接することによってこの問題の沈静化を図ろうというふうにお考えなんでしょうか。これについては遺憾な部分、今回の自民党の議員の、正式な渡航に対して、入国拒否をしたというような明らかに友好国として、遺憾であるというような
中身については当然申し入れをきっちりとしていくということだろうというふうに思いますけれども、それに対してご質問のとおり、エスカレートするような対応を我が方も韓国側も取るべきではないと、それがいわば対極的な観点ということになると思います。今後ですね、どのような行動を起こす方がおられるのか分かりませんけれども、冷静に、その都度ですね、冷静に判断を、これは日本政府だけじゃなくて当然韓国政府にも冷静な対応をしてほしいということはもうずっと言い続けておりますけれども、我が国政府としても、その事象が起こってみないと分かりませんけれども、冷静に対応していきたいというふうに思っています。他のご質問になる方、千秋さん。すみません、時事通信西垣です。今日の参院外交防衛会でも再三にわたって大臣が答弁されておりましたけれども、総理の訪米について、総理の進退がはっきりしないという状況の中で、訪米に向けた調整に影響が出ているのか、という点をお願いします。ご存じの通り、5月の日米首脳会談でオバマ大統領から9月前半、菅総理に訪米の招待があったと、その時に、両首脳が日程も含めて調整を行っていくことで一致したというのは、もうこれはすでにご存知のことだろうと思います。で、いろいろ報道はされておりますけれども、現在ですね、実務的に、そのまだまだ調整を続けているというのが実情でして、それがなくなったとかですね、そのようなことを聞いてはおりません。向こうの政府ともですね、緊密に連絡を取りながらできればやりたいということで今調整をしているというふうに聞いております。これについては大臣からも同じような旨の答弁を今日委員会でさせていただいておりますけれども、そのような状況です。まだ決まっていないというのが現状です。関連ご質問の方、はい、NHK の吉岡と申します。よろしくお願いします。関連して仮の話で恐縮なんですが、9月にですね、まだその時期に、前半という時期に日本国の総理大臣が菅さんであった場合、菅総理大臣であった場合も、これは予定通りですね、5月の合意通りアメリカで首脳会談を行うという方針といいましょうか、見込みでよろしいんでしょうか。それについてもですね、まだ私自身どうなるのか、菅総理がその時にやっているのかどうか、私が言及する立場にはありませんので何とも言えませんが、これは国と国との対応ですから、できる限り調整がつけばですね、その時の首相がアメリカの大統領と会ってさまざまな協議をする、情報交換をするということは大変重要なことだと思いますから、誰が総理であろうと私どもはぜひ日米首脳会合についてはやらせていただければと思います。ただその時の状況にもよりますけれども、環境がどうなるのか、私たち今の段階でまだ分かりませんので、外務省とすればそのやるという方向で、調整をさせていただいているということでございます。関連します。すみません、共同新聞です。タイのタクシンさん、はい、昨日石井副代表民主党のですね、はい、官房長官に是非に認めてくれということだったんですが、はい、外務省としてこれどういうふうな対応を取っていくのか、いわゆるその例外規定政治判断というのは、党側からそういう声が強いんですけど、強いというか、あったんですけど、どう対応されますか。これは官房長官の会見でもあったんではないかと思いますけれども、
まあ、その報道があることは承知をしております。私もたまたま官房長官に行った時に石井先生が出てお見えになりましたので、そういう話だったのかと後で分かりましたけども、ただこれについてはですね、本人から同人の側からですね、訪日についてまだ何らの申請連絡をいただいておりません。ですので現段階でですね、どうこうということを今言える状態にないというのが現状でございます。で関連して下井さんです。そうすると本人から、まあ、その石井さんは本人は来たがっていると言っているというふうに石井先生は記者団に説明していました、はいはい、で本人から申請があればそうするとじゃあ認めるということになるんですか。まあ、それはその時に、ご存知かと思いますけれども、タクシンさんは今タイのパスポートはお持ちではございません。で、まあ、その辺も含めてですね、協議をしなければならないというふうに思います。まあ、だから今の段階で仮定の質問にはお答えできませんけれども、我々とすれば当然申請があったら協議は しなければなりませんが、今の段階で全くご連絡はいただいておりませんので、今の段階で答える状態にはございません。他のご質問のある方よろしいですか。よろしいですか。はい、では以上で記者会見を終わらせていただきます、はい、ありがとうございました。